あと3人です。そんなこんなで。今回の撮影も何とか乗り切ったぞ。手八丁、口八丁とはまさにこのことやな。しかし、あの仮面の怪人物、要注意だな。よく周囲を観察してる。探偵のように頭が冴えるやつは、まさか探偵なんじゃ。ね。だが、ここで立ち止まるわけにはいかない。次はメイドを始末する。まあそうだね。自然な流れでそうなるよね。彼女も自殺に見せかけて密室の中で殺害する。事前に調達していたもう一丁の拳銃を使う。武器とかの用意は周到なんだけどさ、ポンが多いのよ。ちなみにこの銃はサプレッサー付きだ。今回はメイドを殺害後、糸を使って外側からドアチェーンに鍵を仕掛けて、ああ、よくあるね、糸。糸のトリックね。すーぐね、名探偵に出てくるからな。ああ、名探偵コナンよく出てくるわ。扉の前で細工するのはなかなか危険に思えるが、メイドの実質は使用人室なので、他の宿泊客の部屋から少し離れている。見つかる心配はない。自殺に偽造したメイドの死体の近くには、これまで殺人について自白する遺書を書いておく。なるほどね。そうすることで今までのね、殺人で怪しまれたと思うさ。避けられるってわけだ。事件が終わったように錯覚させることで、この頃犯行も進みやすくなるというわけだ。なるほどね。さあ、うまくいくんでしょうかね。警部さん、どないや。メイさん、やはり、亡くなってるよ。さっきまで警部は一緒に話聞いとったような気がするんだけどね。自殺のようだ。遺書もあった。自分が犯人だと。犯人が自殺ですか。なんとも、やりきれない結末ですね。ああ、全くですな。いえ、警部、その判断はまだ少し早いかもしれません。廊下の上を見てください。廊下の上？廊下の上？な、あれは？え？あれは？監視カメラです。扉の前を映しています。終わってんじゃねえかよ、いろいろとも。糸細工してんのバレてんじゃん。なにふむ。念のため、監視カメラの映像を確認してみよう。終わってんじゃん、もう。顔に出演行こう。はい。え、いやー、ま、待って。うん？江戸川さん。あなたも行きますか？いや、俺は遠慮します。江戸川さん。監視カメラに何が映ってたと思います？もうわかるじゃん。さあ、猫とかでしょうかね。猫、にゃん。あなたがこの部屋から出てきて、扉に細工してるとこ映ってましたよ。なんでさ、気づかんかな。ポンが多いのよ。江戸川さん。あなた、何をしてたんですか？俺は、カメラがおかしい。あなたたちの目がおかしい。ここは俺の部屋です。でも、遺書があるじゃないですか。なるほどね。でも、俺が犯人ですって言わないんだね。まだここでも。カメラがおかしいんじゃないですか？カメラも故障してるんじゃないですかね。はぁ、あ。カメラがおかしい。ハッキングされて偽の映像が記録されてるんですよ。そう、動画を録、動画かもしんない、それは。もともと撮っていた。ハッキング。ハイテク犯罪というやつですよ。ドス攻撃ね。何？私はそういう話は苦手なんだ。そして、この中にハイテク犯罪ができそうな人物が、一人いますね。あなたです。僕？いやいや、そんなめちゃくちゃな。なるほど。確かに私も IT というのに詳しい人間は何とも信用ならんのだ。なんで？え？それにもこういう輩がたくさんおるが何なんだあいつらは。再パソコンを抱えたなよっちい奴らが現場を仕切り始めてる。パソコンをガチャガチャ選べ何でも調べられるという操作は足で行うんだというのにも。なんでおかさんよ、私の言うけどもう古いのかね、時代に合ってないのかね。適応しろよ、適応してくれよ。え？あ、いや、そんなことないと思いますよ。パソコン持つだけで何でも勘違いする。何でもできると勘違いするやつが言うんですよ。いや、いいんだよ。それで合ってんだから。もう、照合とかできるんだからさ。確かに情報は得られるかもしれない。でもそれだけですよ。現場の生の情報も必要ですし、その情報を活かすために何より経験が必要です。おぉ、分かってくれるかね。警部が彼を導いてやってくださいよ。まずはこの IT 系社長ですよ。ケーブルの流れの経験を告げてるでしょ？彼が犯人だと。ハッキング映像なんかに騙されてはいけない。そうだな。ハイテク犯罪だ。IT だと。そんなものに私が尻込みとしてどうする。ありがとう、江戸川さん。なんだか、
若い子に戻ったようだ。今ならどんな事件も解決できそうな気がするよ。キムさん、まさか。さ、社長さん、リビングで話しましょうか。かつはすっぽん警部と言われた私の怖さ、教えてあげましょう。よーん警部、時代が古い。殺害対象は、あと二人。まあ、そうだね。まあ、流れ的にはそうなる。多分、絶対的にどの選択肢選んでも流れ的にはそうなるんだろうね。うまいこと犯人を、この人ですって仕向ける選択肢にはなるんだろうな。今回、毒殺か。この後、みんなでもコーヒーでも飲んで落ち着こうと提案する。え?実は用意されてる個包装のミルクすべてに毒を注入している。大丈夫なの?生き残ったメンバーでコーヒーにミルクを入れるのは社長だけだ。あ、そうなんだ。よくそんな調べがついてるね。関西弁の男は砂糖でコーヒーを飲むことを計画中で確認している。すでに午前にも飲んだってことだね。イレギュラーに登場した警部と怪人については、昼食時に飲んだコーヒーでそれぞれブラック、砂糖5個派。結構入れとんな。砂糖5個は結構入れとんな。まあ過去にね、なんかね、70いくつが入れとるようやなとおったからまあいいんやけどさ。ミルクを使うのは社長のみ。これで、社長を狙って殺害することができるというわけだ。10分後。うまくいったの?そもそも。社長さん!社長さん!これは、毒殺?コーヒーに毒が。いや、ミルクに細菌の痕跡がある。酵素のミルクに毒が注入されてたんだ。残りミルクはこれか。ダメだ。すべてのミルクに毒が混入されてるようだ。やられたー。そういうことか。どうした?昼食時の皆さんのコーヒーの飲み方を覚えていますか?生き残っているメンバーでコーヒーにミルクを入れていたのは、社長と江戸川さんだけだ。だから、これは、社長と江戸川さんを狙った殺し、ん?どうしたんですか?生き残ってるメンバーでコーヒーにミルクを入れることができたのは社長と江戸川さんだけでした。江戸川さん!あなたなんで生きてるんです?え?おや、あなた、コーヒーに砂糖を入れてるじゃないですか。お昼は、ね。俺は絶対ミルク派だって言ってたじゃないですか。なんでそんなこと言うの言わないでしょ、普通。この緊迫した状況、急に砂糖派になったんですかなんてことだ。毒にミルクを避けたから、これはどう考えても怪しい。不自然。それは、社長が全部ミルクを使う。全部俺のって怪人に憧れて砂糖を入れてみにかかった。あとでミルクだけいただこうと思っていた。SDGs ですよなんだよ、その言葉。俺知らないぞ。まあ、なんでも IT 系にするな。あのね、俺思ったんよ。あのね、ミルク欲しい人って、俺コンビニのアルバイト時代に経験したことあるんですけど、コーヒーフレッシュあるじゃないですか。ブラックコーヒーに対してね、コーヒーフレッシュをね、アルバイト時代、5個も7個も入れてる人、本当に見たことあるんですよ。もう素直にカフェオレ飲んでほしいなって思います、あれは。ね。なんかそれじゃ意味ないじゃんって。もうそれはもうカフェオレじゃんと。ね。世の中ね、アイスコーヒーの L サイズを押してしまうとかさ、そういうのはありますけど、ミルク5個7個入れるのもね、なかなかですよ。あれ。結局のところ変わってないですからね、やってること。だから、僕はそのタイプだと思ってます、社長が。うん!社長が全部ミルク使うと思ってて、仕方なく俺は砂糖を入れたんです。はぁ?何を言ってるんです?ミルクはたくさんありますよ。今数えたが、82個もあるな、またかよ !82 個好きやな。それをすべて社長が使うとあなたは思ったんですか?そんなことあると思いますか?そういう変な人もいるかもしれません。ん?あれ?え ?82 個お、まさか言うな言うな。これ拡散確認のネタやぞ。なんだね ?82 個ですよ。82個。8、2。8と2。
ハトに、犯人、犯人、82は、犯人と読めます。まさか、もともとミルクをここに、82個準備したのは死んだメイドです。あれ、再びメイドに、疑いが向けた間。このミルクは、犯人を示すためにメイドが残したメッセージじゃないですか。警部、急いでこのミルクを調べるべきです。82個、一個ずつ丁寧に調べてください。俺に疑いをかけるのはその後にしてください。警部、わかった、わかる、わかるな。怪人軍、手伝ってくれたまえ。このミルクをすべて調べる。犯人への何かの手がかりなのかもしれない。はぁ、あ、わかりました。少し時間かかると思いますが、やってみましょう。俺はメドの部屋を調べてきます。何か他にもメッセージがあるかもしれない。あ、これで何か隠滅するんだね。わかりました。そちらお願いします。関西弁の君は砂糖の数を調べてくれ。ひょっとしたら砂糖も82個あるかもしれない。え、そないなのを調べても何の意味があん。まあ、よう分からへんが分かった。論破、うん、切り抜けただけやと思うけど、この場を。この場は切り抜けたな。うん。あと一人。関西弁の男か。いよいよ、最後の一人だ。関西弁の男を殺害する。まあ、イレギュラーな人はもう省くしかなかったんだね。彼を殺害する計画ももちろん立っている。完璧な計画だ。うん、今までね、全部ポンだったからね。それは、あれ？それは、ん？どうした？トリック忘れてしまった！え？なんでトリックって忘れんの？殺、もう連続殺人はもうどうでもよくなったんだろうな。くそ、仕方がない。それならあなたを使おう。数分後、フンになったよ。困ったことになったな。一体、この中の誰が犯人なのか。いや、外部犯の可能性もあるか。いや、俺犯人ちゃうで、生きてる！生きてるな。当初の予定では明日船で迎えが来る予定です。それまでは皆でこのフロアに集まってじっとしていましょう。それが、最も安全でしょう。もう何も喋らないよ、犯人は。そうだな。それが一番かもしれない。あ！あんなとこに犯人が！え？どこですか？今だ！なんでやねん！は？関西弁のことは撲殺されている！この一瞬でどうなってるんだ？俺たちがよそ見をしてる間に殺されました。犯人はまだ近くにいるかもしれない。ちょっと待って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 。え？え？はぁ？江戸川さん、あなた。その手に持った血だらけの鈍器何ですか？え？あ、しまった！これは？俺は犯人じゃない？ん？なんてことだ。俺は、犯人じゃなかった！うん！教えてください！俺はもしかして犯人じゃないんですか？いや、何の話をしてるんです？俺は、落ちていた血だらけの鈍器を拾いました。俺が犯人だから、鈍器を持っておかないと犯人と思われないんじゃないかと思って考えて。でもそれは勘違いだった。俺は犯人じゃないかもしれない。おい、勘違君。江戸川さん何言ってるか君にわかるかね。いいえ、さっぱりです。ただ一つだけ言えるのは、彼は犯人ではないだろうということです。何かよくわからないが、自分を犯人だと思っていた一般人だったと。そうだったのか。ケイブさん、教えてください。俺は犯人なんでしょうか？違うと思いますよ。気をしっかり持ってください。論破！いやいや、うん、混乱！おう。もういないね。あははははは。犯人はあなたです。江戸川さん。え？急に何を言ってるんです？俺は犯人じゃないと何度も言ってるじゃないですか。いや、一回言った。そうだぞ、怪人くん。確かに彼には数多くの疑わしき振る舞いがあったが、その全て理由があった。疑いは晴れている。晴れてないよ。はい。それは私も認めています。ですが、今この状況に目を向けていただきたい。今この状況？どういうことだね。この事件。もう容疑者が江戸川さんしかいないんですよ。は？どういうことです？まだここに3人いるじゃないですか。
そうです。3人います。そのうち1名は警部。刑事枠の人物がいるのはミステリーの定番です。そして、刑事枠の人物が犯人であれば極めてまれだ。警部は容疑者から外していいでしょう。え？そうなの？なんだその理屈。なるほど。ミステリーの定番と私は刑事枠で犯人ではありえない。確かにその通りだ。異論はない。そして私ですが、私は仮面をかぶった正体不明の怪しい人物。怪しすぎて、これまた仮面の人物が犯人である例はほぼないと言っていい。あ、怪盗キット的なね。怪盗キットは犯人にならないからね。これもミステリーの定番だ。いやいやいや、ミステリーって、創作の話はしてませんよ。いや。我々が創作上の人物だという否定を否定する証拠はなんじゃないかね。創作上の人物やわ。あんた何言ってんだ。そんなわけないだろ。江戸川さん、否定するなら根拠を提示してください。そんな根拠あるわけないだろう。でしたら私の推理に口を挟まれていただきたい。だが、まだまだ、あなたが犯人だという根拠はありますよ。私は確かに怪人枠ですが、まだ正体を明かしてませんね。ここで、私の正体を明かしましょう。私の正体は、正体は、探偵なんだろうな。探偵です。そう！美しき、推理が我に囁く真実。って感じの探偵なんだろうな。名探偵と呼ばれることもあります。人は欲しいだけ愛がと私のことを呼びます。なんだって？わかりますか？ここに3人いますが、そのうち1人は刑事枠。名探偵系漢字枠、一般人です。ズバリ！誰が犯人かは一目瞭然だ！確かに。この中ではどう考えても一般人ではエゴさんが犯人だ。そんな、俺は招待状の汗腺を間違えた結果、名探偵と刑事の組み合わせをこの島に呼んでしまったのか。なんで言ってんの？認めますね。あなたが犯人だと。いや！やはりその憎さはおかしい。うん。捜索を否定する根拠はないが、これが創作だと肯定する根拠もないじゃないか。創作だよ。俺は犯人じゃない。何？確かにその通りだ。我々が創作上の人物であるという根拠もまたないじゃないか。なんかすごいめたいな。なんか話がな。ほう。カジ君何か言いたまえ。君の推理は根拠はない状況だ。わかりました。では、証拠を提示しましょう。江戸川さん。間違いなくあなたは犯人なんですよ。あなた自身の、その姿が全てを物語っている！あ、嫌な予感が。え？姿？何を言ってるんです？私の手鏡を貸しましょう。この姿で自分の姿を見てください。よくこの手鏡はね、自分が私が使うものなんですけど、私が美しいもんでね。鏡？まあ見てみますが、いつも自分が姿が映って、え？なんだこの黒いシルエットの人物は。やっぱり俺か？もう、ああ。何？最初に殺したのは女医だ。うん。自殺に偽装する予定だ。扉の脇にいる俺は、開けられた扉の裏側に入り込むので気づかれない。ああ、とまあこのように完璧な計画を立ててみたが、扉の後ろに隠れただけはすぐに見つかってしまう可能性が少しある。あの手を使うか。そうだった！扉の後ろに隠れて、さらにバレないようにと扉の陰に紛れ込めると、顔まで覆う黒い全身タイツを着たんだった！そして着たままなの忘れてた！誰も突っ込まなかったのかよ。着た時に知らない人物がいるってことになるじゃん、じゃあ。もう完全に外部犯にもなってるし、なんか、二日目からなんか知らない人がいるなーってなるじゃん。これはどう見ても俺が犯人じゃないか。わかりましたか？あなたが犯人なんです。犯人以外がその格好を必要性もないでしょ？ダメだ。これはもう言い訳がつかない。どうする？認めるしかないか？なんかこの状況を覆すことがないか？俺。俺も探偵です！黒タイツを着て正体を隠しますが、その正体は探偵なんです！何？バカだ！
あなたも、探偵枠の登場人物だったのか？仮面の怪人の、これは創作という推理に俺も賛成です。だから、探偵枠である俺は犯人ではないです。いや、それは、怪人くん。残念だが君の負けだよ。江戸川さんは、犯人ではなかったんだよ。江戸川さんは、探偵だったんだ。だって、江戸川って名前だしね。すいません。私の早とちりだったようです。あなたは、犯人ではなかった。仮面の怪人。いえ、俺は気にしません。だから、頭を上げてください。ありがとうございます。しかし、では結局どうなるのだ？この事件の犯人は？生き残った我々は、ね、ではないっていうことは、まさか、島に他の人間がいるのか？いいえ、外部犯などいるはずがありませんよ。それは、ミステリーとして、タブーです。おそらく、亡くなった方の中に犯人がいて、犯人は事故は自殺で死んでしまったと考えるのは自然でしょう。なんと！ではもう一度、これまでの事件現場を検証して、その犯人を特定しようじゃないか。そうですね。行きましょう、警部。それに江戸川さんも。あ、いや、俺ちょっと出てきます。論破なのこれって。でも結論がさ。そうだね。もういないけど、犯人ももういない。あ、犯人ももういない。ふぅ。もう俺が歌われることもないだろう。なんとかやり遂げたぞ。やった。ん？あれ？ん？さっきは小さい手鏡によく見えなかったが、トイレの大きな鏡で見ると、俺はこんなに血で汚れてたのか。いや、それは疑われるでしょう。ん？ん？俺は何をやってんだ。これが、俺のやりたかったことなのか？こんな姿になって、たくさん嘘を吐いて、嘘で相手を論破することばかり考えて、結果、俺は何を得たんだ？俺は、涙。自首しよう。おや、江戸川さん、遅かったですね。ちょうど、現場検証を始めたところです。一緒に見て考えましょう。そうです。今回の私はどうにも勘が鈍いようです。あなたの力を借りたい。江戸川さん、どうしました？探偵さん。警部さん。すいません。真相をお話しします。本当は、俺が、犯人なんだね。感動的だな。そんなわけあるかよ！あのね、とにかく思うんだわ。感動的に見せとるけどさ、やってることが全部ネタなのよ！